それでは今度はモンブランのピストン式、ピストン式なんですけれども、ちょっと複雑な構造になってまして、通常テレスコープ式と呼んでます。ここが2段にピストンが、望遠鏡のように、伸びるようになってます。これを分解していきます。吸入がダメなんです。これを、弁を交換するんですが、ここから外すんです。これこのレイいきなり外しちゃうとここが、まあ、必ず 100% 割れちゃいますから、これをだましだまし外すんですが、気をつけなきゃいけないのはこれセルロイドなんですよ。熱に弱い素材なので非常に難しいんです。あまり温めちゃうと変形しちゃいます。すぐこれでダメだったらもうお尻から外します。動いた、動きました、動きました。動いたらね、もうこれじゃあんまりダメちゃう、歪んできちゃうから。動いた動いた、恐ろしい。ここひび入るとね、第一巻の終わり。一応承諾は取ってあるんです、割れても代替品は出せませんというね。ただし接着をしたり手当てはします、最善の努力はねしますって言ってあるんです。それでもいいですっていうことで受けたやつです。取れた、取れました、取れました。これね、広げたキャップが閉まることを確かめておかなきゃ、広がってる可能性があるから。うん、取れましたね。回っちゃってるな、ちょっと慎重。完全に浸っちゃった。これを新しい、
こういう弁に取り替えます。そしてこれをこういうふうに、ここまで下がるんですよ。ストロークが長いので吸入もかなり多く吸入できるっていう利点があります。これをちょっと削らなきゃいけない。厚みをまず削る。周囲がちょっと太すぎるので削ります。で、そう、締めなきゃいけない。最初はこういう音するんです。コルクと、樹脂が、接触してます。で、これを、これも一応
これ感情です。私はもともと骨董屋で、スタートしてますんで、まあ、いろんなものをやってたんです。ガラスの工芸品だとか、まあ主に男の小物というか、時計、ライター、カメラ、まあ、その中に万年筆もあったということで、まあ、最初の段階から数えるともう20年、いや20年くらいやってますけど、で、まあ、銀座に出てきて、まあ、ほぼ丸8年がなるんですけれども、今うちの方、うちの店に来ていただくお客様っていうのはもうほとんど 95% というより 99% って言ってもいいくらい道具として使われる方がほとんどです。引き具として、引き具としてね。ですからそれらにきちんと整備しなきゃいけない、新品と同じように使える状態にしてお渡しする、それがまあうちの、あのポリシーですね。